の東京日本武道館でございます。今日本マット界で最も熱い視線を浴びている横綱レスラー輪島がいよいよ東京でデビューいたします。真っ黒に日焼けした精悍な輪島が闘志満々帰ってまいりました。師匠ジャイアント馬場とタッグを組んで元世界チャンピオンリック・マーテルトム・ジンク組と対決いたします。さあ入場だ。輪島が格闘技の殿堂日本武道館のリングに上がります。11月1日のふるさと七尾デビューは地元の人たちの温かい歓迎で大いに盛り上がりました。七尾湾の日の出を描いたニュースガンを身につけての入場。しかし今夜の東京デビューは温かい目ばかりではありません。厳しい目でレスラー輪島をおそらく採点することでありましょう。さあ輪島にとりましては今日が試練の門出になります。さあ輪島どういうレスリングを見せてくれるか。輪島の全身は自信に満ち満ちています。七尾デビューの時より体が一回り二回り大きくなりました。筋肉も驚くほど張っています。七尾デビュー戦はいわゆる心の部分、男のけじめ、素晴らしい闘志、そんなものを見せてくれましたが、この東京デビューは技を見せることが輪島の使命です。輪島の必殺技はゴールデンアームボンバーだ。輪島組堂々の入場です。大いに盛り上がります日本武道館。さあ今夜の相手リック・マーテル、トム・ジンクの入場を待ちます。さあ輪島ジャイアント馬場組の相手は元 AWA 世界チャンピオンリック・マーテルと新進気鋭トム・ジンク。非常に爽やかな綺麗なファイトを見せるチームでございます。86年世界最強タッグ決定リーグ戦では6戦で優勝ラインには届きませんでしたが敢闘賞をもらいました。さあやってまいります。鮮やかな空中戦、スピードに乗った機動力あふれる試合運び、ファンをうならせています。リック・マーテル、トム・ジンク登場。持ち味のスピードレスリングで輪島をどう捉えていきますか。デビュー以来負けのない輪島に土をつけることができるでありましょうか。さあトム・ジンク、リック・マーテル組堂々の入場。試合時間は30分の一本勝負、輪島の東京デビュー戦。館内のどよめきでございます。日本武道館輪島の東京デビュー戦タッグマッチ、試合に先立ちまして日本テレビそして番組のスポンサーから豪華な花束が両陣営に贈られました。この後両チームの紹介があります。まずトム・ジンクです。スピードレスリングに全てをかけますトム・ジンク。元 AWA 世界チャンピオン、動きは抜群に速いリック・マーテル、うなる剛腕、黄金の左、輪島ひろし。さあ新人の輪島をどう動かしますかジャイアントとか。30分の一本勝負です。輪島の東京デビュー戦、パートナーは百戦錬磨のジャイアント馬場がいますので、さあ山田さん、思い切りのいいレスリングを見せてほしいですね。そうですね、大変に輪島選手にとって大切な東京でのデビュー戦、今日の相手は非常に爽やかなテクニシャン、スピードもある、それに対して輪島選手がですね、どういうパワーを見せるか、そのパワーとテクニックの対決ですね、さあその輪島選手が非常に大きく見えます。スケールが一段と大きくなりました。体もそれから記者団に対する物腰なども余裕たっぷりでございます。さあ最初に登場はこの輪島か、それともパートナーのジャイアント馬場か、相手はリック・マーテルかトム・ジンクか。どうやらリック・マーテル AWA 世界ヘビー級チャンピオン、元チャンピオンのリック・マーテルが相手。輪島出た、輪島出た、黄色いトランクス、白いリングシューズ、東京デビュー戦だ。相手をぐっと睨みつける、輪島のこの睨みを利かせた顔は怖い格闘技の男、輪島東京デビュー戦。巻き投げを打ったぞ、巻き投げを打ったぞ。ウェイトの軽いリック・マーテルをまず投げ飛ばしました。どうですか山田さん、輪島選手がね
俺が出ますってね、先陣を買ってきましたね。そうですね、馬場選手はあのコーナーでよし行けと、うなずいてましたよ。おそらく相当のプレッシャーがあるかと思いますが、まずは出だし巻き投げを2つ決めました。輪島でございます。そうですね、なかなかねあの腰が入ったアームホイップですね。そうですね、でしかもあの非常にね忠実にあのオーソドックスにこの腕を決めてますね、はい、アームホイップで行った後っていうのは必ずこれをやるっていうのはね、あのレスリングのセオリーですよ。そうですね、何しろカイナの力は強い。元横綱輪島、この腕の力を十分に利用するのは得策ですね。そうですね、あの自分のね特徴ですからね、はい、得意なものをうまく使っていくということですね。しかし今度はディフェンス面を見ましょう。コーナーに追い詰められました。さあ今度はリックマーテルが直線的な攻撃うまくかわしました。右にフットワークを見せます。そしてもう一回巻き投げ、そしてアームロックに取ります。公開練習では山田さん、この後このアームロックをガーンと引き上げましてね、ドソンと相手を 2,3 度こぼしました。なかなかねあのそういう風にバリエーションを持たせるというかね、あの技の幅が広がっていくことでね、いいことだと思います。今もね私あのコーナーでかわしてからちょっと考えてるんで何に行くかなと思ったら、またまたアームロックアームホイップですね。そうですね、あの11月1日のナノーデビュータイガージェットシンとは両者反則引き分け以来、この全日本プロレス中継スポーターンバーグ大会シャーロッテ大会で放送したように2勝を挙げまして、現在10戦して9勝1引き分け、燃える男輪島のイメージにふさわしくデビュー以来の快進撃でありますが、今夜の東京のお客様は輪島のいわゆるプロレスの技を期待しています。腕をうまく使っています。しかしリックマーテルも元世界チャンピオンですからね。そうです、ここからの反撃は怖いぞ。さあ輪島がちょっと広げました。相手陣内ブルーの陣内はリックマーテルトムジンク組のコーナーだ。トムジンクが待っているぞ。ダブルの攻撃か、いったドラッキング。さあどうだ輪島、這い上がれ立ち上がれ。さあどうだ、一発ドラッキックを打たれました。やはり機動力あふれる攻撃に出てまいりました。リックマーテルトムジンク、さあディフェンスに回ってから輪島がどう出るかが、これが今日のまあ一つの興味ですかね。そうですね、あの非常に攻撃するよりも守る方がプロレスはなかなか難しいですからね。そうなんですね、こういう風に攻められた時にどう逃げていくか、はい、あるいはいかにスタミナのロスを防ぐか、これですよね。エプロンに身を抱きます、今日のジャイアントババ。さあどう逃げるか、腕をまた決めています。反撃がね非常にあのうまいですよ、はい、でやはり腕力を自分で感じてますので、相手の腕を攻めると、いうことですね。ここで師匠のジャイアントババにタッチを見せます。ジャイアントババ選手もあの七尾大会輪島のレスリングは気迫闘志は100点満点、しかし内容は80点という評価を下しましたが、この輪島今夜の東京デビュー戦は100点に近い点をぜひ上げてもらいたいと思います。さあ師匠のジャイアントババの登場、相手はトムジンクでございます。ジャイアントババ選手もタイガーマスクと組みまして、世界最強タッグ決定リーグ戦登場したんですが、6点止まりで優勝は逃しました。そのジャイアントババは言っています。5年ものブランクの後に、しかも半年ほどのトレーニングでよくここまで輪島は自分を鍛え直したものだ。輪島の血の滲む努力というのはもう必ず報われるであろうと、このように師匠のジャイアントババは言っています。大したもんですよね山田さんね。そうですね、まあ、あの格闘技のね、はい、天才というところもありますけれども、輪島選手は本当にある意味では格闘技の申し子ですね。そうなんですね、私は正直言ってね、これだけの短い期間に体がここまで戻るとはね、予想できなかったですね。ですから、体がここまで戻っただけでもまずびっくり、大したもんです。そうですね、この上にね、まあ、技もある程度できるようになった、はい、これはもう今のね輪島選手に 100% 臨むっていうのはね、まだ酷ですよね。そうですね、現在エプロンにいる輪島はウエイトが125キロ、それから先ほどご覧いただいておりますように腕が非常に太くなった、それから背中肩のあたりの僧帽筋もぐーんと発達、胸も今パンパンに張っています。さあ勝負の流れ、ジャイアントババそしてトムジンク、後ろからリック・マーセルが勢いよく打ち込んでいきました。リング上はジャイアントババであります。ババ選手の試合の展開を輪島選手はよく見るべきですね。そうです、自分のねあの出るタイミングっていうのはね、はい、どこで来るかしっかりね勉強しなきゃいけないですね。日本武道館マイオの監修、ジャイアントババのチョップに寄っています。
さあリック・マーセルを捉えに行くジャイアント馬場であります。まあ、和島選手のプロレステクニックというのは山さん言われるように、まあ、発展途上なんですけれども、今日は一つゴールデンアームボンバーぜひ見せてほしいですね。そうですね、プロレスの技というのはね、はい、まあ、なかなかタイミングも難しいし、相手の体勢をいかんでね、はい、技を出していくんで 100% っていうことはないんですが、まあ、チャンスがあったらぜひやってもらいたいですね。注目の和島が再び登場してまいりました。公開練習の時にはアームロック、それからレグシザー、それから俵返し、そして足4の字固めと技の際に流れは見事だったんですが、今夜の実戦で果たして生きるかどうかです。相手は元世界チャンピオンのリック・マーテルだ。思う存分自分のレスリングをやってほしい、そう思います。ちょっと打たれてますね、山田さん。そうですね、やはりあの相手はテクニシャンですからね、はい、非常にあの隙をつかむのがうまいんです。フライングボディープレスからポールの体勢に行きました。うまく3本のロープの一番下に手を伸ばしました。和島の顔が徐々に歪んでまいりました。相手陣内に連れ込まれた。さあここからレッドコーナーに自ら引きずり込んでこなくてはダメだ。さあ気迫が欲しい今夜のリング上、和島さあ腕を捉えています。相手はトムジンクに変わりました、ね、ちょっとあの顎が上がったところをね、はい、エコースマッシュ食っちゃったですね。そうですね、トムジンクがフォロー、おっとうまく外しました。さあまたまた表情が変わってきたぞ。前に出ました、赤いコーナーに連れてきた。さあ行ったぞ、チョップだ、スモーチョップだ、ダーッとスモーチョップ当たった。さあもう一回行け、勢いがある、パワーがある、破壊力がある、輪島のチョップ、スモーチョップだ、また打たれた、また前進するか、前に出ろ、輪島、黄色いトランクスが踊ります。輪島がむしゃらに攻め込んでいって、ここで馬場にタッチか、まだタッチを見せない。さあ待ってるぞ、おっとカウンターのチョップ、空手チョップを見舞います。そして余裕ですね、馬場に渡します。この辺でね、慌てずね、はい、タッチするあたりは大したもんですね、はい、今のつなぎどうだったですか、ああいう風にね、優秀になったところでタッチするのはいいですよ、はい、さあ再びジャイアント馬場の登場でございます。まあ、和島選手は国内今夜が2戦目なんですけれども、まあ、相撲で言いますと山田さん、初日が終わって2日目という形なんですよね。ですから一つ、まあ、相撲は15日あるわけですけれども、15番を終わってみて和島の本当の実力を私どもは評価したいと思います。さあジャイアント馬場助けずね、相手がまあ小兵ですので、ジャイアント馬場と体格を比較いたしますと、ずっと小さく見えます。これが和島の表情だ。今エプロンで待っている、本当に精悍な表情になってまいりました。まさに格闘技の顔、和島ひろしであります。さあ、体がね、基本的に言ってレスラーらしい体になりましたね。ああ、なるほど、そうですか、そうですね、後ろから見ますとね、肩幅が張ってですね、はい、非常にいいですよ。なるほど。さあ、ニック・マーセルとトム・ジンク、ダブルの攻撃に出てまいります。ジャイアント馬場が倒れ込んでいます。じっと和島がこの動きを見ています。いつでも飛び出せる体勢だ。和島の出番はいつでありましょうか。今夜の東京デビュー戦、リングサイドには七岡の駆けつけました和島デビュー戦実行委員会の皆さん、それから旧花子部屋の力士、それから大相撲時代から温かく和島を応援してくれる皆さんが見つめています。和島にとっては大切な人々であります。さあ和島、一般出たが今エプロンに引っ込みました。フライングボディープレス。さあジャイアント馬場がピンチに立ちましたが、和島ここで飛び出していった。このタイミングどうですか。いいんですがね、はい、まだちょっと遠慮してますね。あの反則に取られるのが怖いのかもしれませんね、はい、ジャイアント馬場、和島のコンビネーションプレー、まあ、息はもう何度もチームを作っておりますのでぴったりかと思いますが、ちょっと遠慮がちという山田さんの採点。ここはもう窮地に立った時にはパーッと飛び込んでいいんですがね。そうなんですね、このタイミングがまだまだ難しいですかね。まあ、まだまだね、どうしてもこういう時って考え込んじゃうんでしょうね、はいはい、さあジャイアント馬場とトム・ジンクの対決でありますが、ジャイアント馬場選手が有利な形で和島につないでほしいと思いますが、さあ川津落とし、そのまま決めました。ここでダメージを与えて和島、さあ和島再び登場、ゴールデンアームボンバーを伝えたが、なんだアトミックドロップか、バックドロップ、和島のバックドロップ、いったいった、大歓声、カウント2まで入りました。和島が岩石落としを見せた。今度は何か、スモータックルか、いったぞ、弾き飛ばした、スモータックル、さすがに強い、すごい勢いでトム・ジンクを跳ね飛ばします。もう一回いきます、ゴールデンアームボンバー、そしてネックブリーカーのロップ、このままいった、ゴールデンアームボンバーを見せる。さあ押した、押さえたか、カウント3、東京デビュー戦飾りました、黄金の光爆発、和島であります。和島選手はこの日本武道館東京デビューの後、再び第2のふるさとアメリカに出場の旅に出ます。そして12月
29日ロサンゼルスザ・フォーラムに出場。これは全日本プロレスと太い絆で結ばれているノースカロライナの元 NWA 会長ジム・クロケットジュニア氏の手掛ける大きな大会、ロサンゼルスザ・フォーラムに登場いたします。相手はマッドスクワッド、ジャイアントボーとチームを作っての登場でございます。なおこの輪島のロサンゼルスの模様は来年の1月3日新春プロレススペシャルで放送することになっています。見事に勝利を得ましたね、山田さん。鮮やかですね。それとね、非常に一見強引そうに見えますけれども、はい、なかなか型が決まっててですね、素晴らしい技ですね。いわゆるのど輪の変形のゴールデンアームボンバーですけれども、堂々の勝利で輪島選手勝って10勝目を挙げました。この後アメリカ史上の総決算ロサンゼルスに登場、そしていよいよさるべき昭和62年から日本マットに常時出場し、日本マットの主役たちと刃を交えることになっております。輪島の正念場はこれからといったところですかね、山田さん。そうですね、そうですね、まさにこれからですね。はい、輪島ジャイアント馬場組が9分55秒、最後は大学目で見事に引っ張っているトムキンク組を打ち破った勝負でございました。背中が見えます、輪島の大きな総合筋、肉体的にも身も心も本当にレスラーに大変身の輪島、東京デビュー戦見事に勝利を得ました。日本テレビそして番組のスポンサーから豪華な花束が両陣営に贈られました。この後両チームの紹介があります。まずトム・ジンクです。スピードレスリングに全てをかけます、トム・ジンク。元 AWA 世界チャンピオン、動きは抜群に速いリック・マーテル、うなる剛腕、黄金の左、輪島ひろし。さあ新人の輪島をどう動かしますか、ジャイアントとか。30分の一本勝負です。輪島の東京デビュー戦、パートナーは百戦錬磨のジャイアント馬場がいますので、さあ山田さん、思い切りのいいレスリングを見せてほしいですね。そうですね、大変に輪島選手にとって大切な東京でのデビュー戦、今日の相手は非常に爽やかな、はい、テクニシャン、スピードもある、それに対して輪島選手がですね、どういうパワーを見せるか、そのパワーとテクニックの対決ですね、はい、さあこの輪島選手が非常に大きく見えます。スケールが一段と大きくなりました。体もそれから記者団に対する物腰なども余裕たっぷりでございます。さあ最初に登場はこの輪島か、それともパートナーのジャイアント馬場か、相手はリック・マーテルかトム・ジンクか。どうやらリック・マーテル、 AWA 世界ヘビー級チャンピオン、元チャンピオンのリック・マーテルが相手。輪島出た、輪島出た、黄色いトランクス、白いリングシューズ、東京デビュー戦だ。相手をぐっと睨みつける、輪島のこの睨みを利かせた顔は怖い格闘技の男、輪島東京デビュー戦。巻き投げを打ったぞ、巻き投げを打ったぞ。ウェイトの軽いリック・マーテルをまず投げ飛ばしました。どうですか山田さん、輪島選手がね、俺が出ますってね、先陣を買ってきましたね。そうですね、馬場選手があのコーナーでよし行けと、うなずいてましたよ。おそらく相当のプレッシャーがあるかと思いますが、まずは出だし巻き投げを2つ決めました、輪島でございます。そうですね、なかなかね、腰が入ったファンのホイップですね。そうですね、でしかも非常にね、忠実にオーソドックスにこの腕を決めてますね、はい、アームホイップで行った後っていうのは必ずこれをやるっていうのはね、レスリングのセオリーですよ。そうですね、何しろ海南の力は強い、元横綱輪島、この腕の力を十分に利用するのは得策ですね。そうですね、自分のね、特徴ですからね、はい、得意なものをうまく使っていくということですね。しかし今度はディフェンス面を見ましょう。コーナーに追い詰められました。この東京日本武道館でございます。今日本マット界で最も熱い視線を浴びている横綱レスラー輪島がいよいよ東京でデビューいたします。真っ黒に日焼けした精悍な輪島が闘志満々帰ってまいりました。師匠ジャイアント馬場とタッグを組んで、元世界チャンピオンリック・マーテル、トム・ジンク組と対決いたします。さあ入場だ。輪島が格闘技の殿堂日本武道館のリングに上がります。11月1日のふるさと長尾デビューは地元の人たちの温かい歓迎で大いに盛り上がりました。七尾湾の日の出を描いたニューガンを身につけての入場。
どういうレスリングを見せてくれるか。輪島の全身は自信に満ち満ちています。七尾デビューの時より体が一回り一回り大きくなりました。筋肉も驚くほど張っています。七尾デビュー戦はいわゆる心の部分、男のけじめ、素晴らしい闘志、そんなものを見せてくれましたが、この東京デビューは技を見せることが輪島の使命です。輪島の必殺技はゴールデンアームボンバーだ。ジャイアントババ輪島組堂々の入場です。大いに盛り上がります日本武道館。さあ今夜の相手ビッグマーテル、トムジンクの入場を待ちます。さあ輪島ジャイアントババ組の相手は元 AWA 世界チャンピオンビッグマーテルと新進気鋭トムジンク。非常に爽やかな綺麗なファイトを見せるチームでございます。86年世界最強タッグ決定リーグ戦では6戦で優勝ラインには届きませんでしたが、敢闘賞をもらいました。さあやってまいります。鮮やかな空中戦、スピードに乗った機動力あふれる試合運び、ファンをうならせています。ビッグマーテルトムジンク登場。持ち味のスピードレスリングで輪島をどう捉えていきますか。デビュー以来負けのない輪島に土をつけることができるでありましょうか。さあトムジンク、ビッグマーテル組堂々の入場。試合時間は30分の一本勝負、輪島の東京デビュー戦。館内のどよめきでございます。日本武道館、輪島の東京デビュー戦タッグマッチ、試合に先立ちまして、さあ待ってるぞ。おっとコンターのチョップ、体チョップを見舞います。そして余裕ですね。ここに渡します。この辺でね、慌てずね、はい、タッチするあたりは大したもんですね。はい、今のつなぎどうだったですか。ああいう風にね、優秀になったところでタッチするのはいいですよ。はい、さあ再びジャイアント馬場の登場でございます。まあ、輪島選手は国内今夜が2戦目なんですけれども、まあ、相撲で言いますと山田さん、初日が終わって2日目という形なんですよね。ですから一つ、まあ、相撲は15日あるわけですけれども、15番を終わってみて輪島の本当の実力を私どもは評価したいと思います。さあジャイアント馬場助け舟、相手がまあ小兵ですので、ジャイアント馬場と体格を比較いたしますとずっと小さく見えます。これが輪島の表情だ。今エプロンで待っている、本当に精悍な表情になってまいりました。まさに格闘技の顔、輪島ひろしであります。さあ、体がね、体に言ってレスラーらしい体になりましたね。あ、なるほど、そうですか。そうですね、後ろから見ますとね、肩幅があってですね、はい、非常にいいですよ。なるほど。ビッグマーテルとトムジンク、ダブルの攻撃に出てまいります。ジャイアント馬場が倒れ込んでいます。じっと輪島がこの動きを見ています。いつでも飛び出せる体勢だ。輪島の出番はいつでありましょうか。今夜の東京デビュー戦、リングサイドには七尾から駆けつけました輪島デビュー戦実行委員会の皆さん、それから旧花子部屋の力士、それから大相撲時代から温かく輪島を応援してくれる皆さんが見つめています。輪島にとっては大切な人々であります。さあ輪島一般出たが今エプロンに引っ込みました。フライングボディープレス。さあジャイアント馬場がピンチに立ちましたが、輪島ここで飛び出していった。このタイミングどうですか。いいんですがね、はい、まだちょっと遠慮してますね。反則に取られるのが怖いのかもしれないね、はい、ジャイアント馬場、輪島のコンビネーションプレー、まあ、息はもう何度も何度もチームを作っておりますのでぴったりかと思いますが、ちょっと遠慮がちという山田さんの採点。ここはもう窮地に立った時にはパーッと飛び込んでいいんですがね。そうなんですね。このタイミングはまだまだ難しいですかね。まあ、まだまだね、うん、どうしてもこういう時って考え込んじゃうんでしょうね。はいはい。さあジャイアント馬場とトムジンクの対決でありますが、ジャイアント馬場選手が有利な形で輪島につないでほしいと思いますが、さあかわず落とし、そのまま決めました。ここでダメージを与えて輪島、さあ輪島再び登場。ゴールデンアームボンバーを伝えたが、なんだアトミックドロップか、バックドロップ、輪島のバックドロップ、いったいった大歓声、カウント2まで入りました。輪島が岩石落としを見せた。今度は何か、相撲タックルか、いったぞ、弾き飛ばした。相撲タックル、さすがに強い、すごい勢いでトムジンクを跳ね飛ばします。もう一回いきます。ゴールデンアームボンバー、そしてネックブリーカーのロップ、そのままいった。ゴールデンアームボンバーを見せる。
さあ今度はリックマーテルが直線的な攻撃うまくかわしました。右にフットワークを見せます。そしてもう一回巻き投げ、そしてアームロックに取ります。公開練習では山田さん、この後このアームロックをガーンと引き上げましてね、ドスンと相手を 2,3 度殺しました。なかなかね、そういう風にバリエーションを持たせるというかね、はい、技の幅が広がっていくことでね、いいことです。今もね、私コーナーでかわしてから、ちょっと考えてるんで何に行くかなと思ったら、なかなかアームロック、ホイップですね。そうですね、11月1日のナノーデビュータイガージェットシンとは両者反則引き分け以来、この全日本プロレス中継スポーツンバーグ大会シャーロッテ大会で放送したように2勝を挙げまして現在10戦して9勝1引き分け、燃える男輪島のイメージにふさわしくデビュー以来の快進撃でありますが、今夜の東京のお客様は輪島のいわゆるプロレスの技を期待しています。腕をうまく使っています。しかしリックマーティンも元世界チャンピオンですからね。そうです、ここからの反撃は怖いぞ。さあ輪島がちょっと広びました。相手陣内ブルーの陣内はリックマーティントムジンク組のコーナーだ。トムジンクが待っているぞ。ダブルの攻撃か、いったドラッキング。さあどうだ、輪島這い上がれ、立ち上がれ。さあどうだ、一発ドラッキックを打たれました。やはり機動力あふれる攻撃に出てまいりました。リックマーテル、トモジンク、さあディフェンスに回ってから輪島がどう出るかが、これが今日のまあ一つの興味ですかね。そうですね、非常に攻撃するよりも守る方がプロレスはなかなか難しいですからね。そうなんですね、こういう風に攻められた時にどう逃げていくか、はい、あるいはいかにスタミナのロスを防ぐか、これですよね。エプロンに身を投げます。今日のジャイアントババ、さあどう逃げるか、腕をまた決めています。反撃がね、非常にうまいですよ、はい、でやはり腕力を自分で感じてますので、相手の腕を攻めると、いうことですね。ここで師匠のジャイアントババにタッチを見せます。ジャイアントババ選手も七尾大会輪島のレスリングは気迫、調子は100点満点、しかし内容は80点という評価を下しましたが、この輪島今夜の東京デビュー戦は100点に近い点をぜひ上げてもらいたいと思います。さあ師匠のジャイアント馬場の登場、相手はトム・ジンクでございます。ジャイアント馬場選手もタイガーマスクと組みまして世界最強タッグ決定リーグ戦登場したんですが、6点止まりで優勝は逃しました。そのジャイアント馬場は言っています。5年ものブランクの後に、しかも半年ほどのトレーニングでよくここまで輪島は自分を鍛え直したものだ。輪島の血の滲む努力というのはもう必ず報われるであろうと、このように師匠のジャイアント馬場は言っています。大したもんですね、山田さんね。そうですね、格闘技のね、天才というところもありますけれども、輪島選手は本当にある意味では格闘技の申し子ですね。そうなんですね。私は正直言ってね、これだけの短い期間に体がここまで戻るとはね、予想できなかったですね。ですから、体がここまで戻っただけでもまずびっくり、大したもんですよ。そうですね、この上にね、技もある程度できるようになった、はい、これはもう今の輪島選手に 100% 臨むというのはね、まだ酷ですよね。そうですね、現在エプロンにいる輪島はウエイトが125キロ、それから先ほどご覧いただいておりますように腕が非常に太くなった、それから背中肩のあたりの僧帽筋もぐーんと発達、胸も今パンパンに張っています。さあ勝負の流れ、ジャイアント馬場、そしてトム・ジンク、後ろからリック・マーセルが勢いよく打ち込んでいきました。リング上はジャイアント馬場であります。馬場選手の試合の展開を輪島選手はよく見るべきですね。そうです、自分のね、出るタイミングっていうのはね、どこで来るかしっかりね勉強しなきゃいけないですね。日本武道館マイオの監修、ジャイアント馬場のチョップに寄っています。さあリック・マーセルを捉えに行くジャイアント馬場であります。輪島選手のプロレステクニックというのは山さん言われるように、発展途上なんですけども、今日は一つゴールデンアームボンバーぜひ見せてほしいですね。そうですね、プロレスの技というのはね、なかなかタイミングも難しいし、相手の体勢をいかんでね、技を出していくんで 100% っていうことはないんですが、チャンスがあったらぜひやってもらいたいですね。注目の輪島が再び登場してまいりました。公開練習の時にはアームロック、それからレグシザー、それから俵返し、そして足四の字固めと技のそばに流れは見事だったんですが、今夜の実戦で果たして生きるかどうかです。相手は元世界チャンピオンのリック・マーテルだ。思う存分自分のレスリングをやってほしい、そう思います。ちょっと打たれてますね、山田さん。そうですね、やはり相手はテクニシャンですからね、
常にあの突きをつかむのがうまいんです。フライングボディープレスからポールの体勢に行きました。うまく3本のロープの一番下に手を伸ばしました。輪島の顔が徐々に歪んでまいりました。相手陣内に連れ込まれた。さあここからレッドコーナーに自ら引きずり込んでこなくちゃダメだ。さあ気迫が欲しい今夜のリング上輪島。さあ腕を捉えています。相手はトムジンクに変わりました、ね、ちょっとあの顎が上がったところをね、はい、エコースマッシュ食っちゃったですね。そうですね、トムジンクがフォロー。おっとうまく外しました。さあまたまた表情が変わってきたぞ。前に出ました。赤いコーナーに連れてきた。さあ行ったぞ。チョップだ、スモーチョップだ。ダーッとスモーチョップ当たった。さあもう一回行け。勢いがある、パワーがある、破壊力がある。輪島のチョップ、スモーチョップだ。また打たれた。また前進するか。前に出ろ輪島。黄色いトランクスが踊ります。輪島がむしゃらに攻め込んでいって、ここで馬場にタッチか。まだタッチを見せない。